皆さんこんにちは。7110マーケットトゥデイ、6月16日は投資調査部北原が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比220円高の 33,706 円で取引を終えました。朝方はですね、週明けのアメリカ市場が休場という影響もありまして、手締まり売りなどに押されていたのですが、お昼頃になりまして日銀が金融緩和策の維持を決定したあたりから、日経平均株価は上げに転じました。主要国中央銀行の政策が発表されたことで、来週は投資判断の材料が不足すると思われますけれども、そういった中で株価は底堅さが見られるのかどうか、このあたり注目したいと思います。それではここから IR インタビューのお時間です。本日のゲストは証券コード2163株式会社アルトナー代表取締役社長関口創造様に、ゲストに、お越しいただいております。関口社長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アルトナーは、設計技術者をメーカーへ派遣することが、主力となっている企業さんなんですけれども、まず、視聴者の皆様に見ていただきたいのがこちらです。技術者の稼働率、こちらですね、98% 台と高い水準を維持しております。で、この第一四半期の決算発表で、このような数字が出まして、さらに技術者数も増加傾向ということなんですけれども、この背景にあるものは何でしょうか。はい、高い稼働率で推移しております、状況ですけれども、当社の主要顧客は、自動車完成メーカー並びに、自動車部品メーカー、はい、それと半導体の製造装置メーカーを主要な顧客対象としています。でご存知の通り、現在自動車業界については、CO2 削減、いわゆるカーボンニュートラル関連プロジェクトが非常に活発です。従いまして、そちらからの、プロジェクトからのエンジニアの養成意欲が非常に高まっているという、要因で高い稼働率が維持してされているというふうに考えています。分かりました。このようなアルトナーさんなんですけれども、実は9期連続増収増益を達成していらっしゃるんですよね。でその成長を支えているのが、製造の上流工程への配属率、これに着目したビジネスモデルということなんですけれども、はい、なぜこの部分に着目されたのか、お話しいただけますか。はい当社は2007年に IPO でジャスダック市場に上場させていただきました。でその翌年2008年にリーマンショックの大不況の影響を受けることになります。で当社の配属ウェイトの領域に関しましては、生産関連領域の配属ウェイトが非常に高くて、はい、でこの領域は景気動向に直接左右されやすい領域でもあります。その結果、派遣契約解除に伴い大量のエンジニアが当社に復帰してきた、つまり稼働率が悪化したという状況がございました。そこで今後の会社の戦略を再構築するにあたり、景気動向の影響を受けにくいと言われている研究開発領域から製品開発領域、ここへのエンジニアの配属ウェイトを高めていこうではないかということで、リーマンショックを境に戦略の再構築を行った。でその結果、非常に高い収益性につながってまいりました。先ほどもちょっと資料でも見ていただきましたけれども、カーボンニュートラルの領域ですね、こちらこの資料を見ますと、はい、実はすごくこう技術者のお仕事が高度だなっていうのが分かるんですけれども、やっぱりこういう上流工程の技術者というのは高度なスキルが必要ということなんですけれども、実際にこのような技術者は全体の何割いらっしゃるのか、お話しいただけますか。はい、
まずご紹介させていただきたいのは、当社のエンジニアにつきましては配属領域によってそれぞれ3つのグループに編成しています、はい。研究開発領域を担当するハイバリューグループ、製品開発領域を担当するワイドバリューグループ、生産関連の領域を担当するプロダクトバリューグループの3つのグループ編成になっています、はい。で、先ほどご質問のありましたカーボンニュートラル等の先進開発領域を担当するのは当社の中でのハイバリューグループとなります。人員全体では約 15% の構成比になっています。わかりました。で、今後なんですけれども、やっぱり技術者数を御社は1600名、そこまで増やす1600人達成に向けた取り組みをしていらっしゃいますとなると、新たに500人ほどの採用が必要になってくると思うんですよね。で、採用コストが今足元増加していますけれども、こういった中でどのように利益成長を図っていくのか、このあたりについてもお話しください。はい。まず採用数の確保につきましては、当社現在新卒採用とキャリア採用で人材の確保を行っています。で、それぞれ新卒採用のスタッフの増強、キャリア採用のスタッフの増強、合わせまして求人広告費等の採用投資費用の増加が予定されていますけれども、それらにつきましては高度人材プロジェクトへの配属によって利益率、つまりはお客様からいただく契約単価が他のプロジェクトより非常に高いということが予想されます、はい。そのことによって売上総利益率が上昇します、その上昇によってコストが増加する採用コストを吸収し、なおかつ営業利益率を高めていくという計画でございます。わかりました。では、そのように人への投資、先行投資を進めている中で、第一四半期の業績がどのような着地となったのかお話しいただきたいと思います。で、御社はここにありますように、この技術者の派遣事業の売上高を4つの項目に分けて投資家に分かりやすく情報開示していらっしゃいますので、この枠に当てはめながらご説明いただけると助かります、はい。まずは売上高を構成する要素は技術者数です。で、技術者数につきましては対前年同期比で64名の増加になっています。次に稼働率です。稼働率につきましては 98.4% の稼働率になっています。人員数と稼働率をかけたものが稼働人員数となります。従いまして人員数が増加し稼働率が上昇しましたので、稼働人員数も増加しております。次に構成する要素の3つ目、はい、技術者単価ですね、はい。技術者単価につきましても、はい、前年同期比88円の増加となっています。で、労働工数は、前年同期比同数でありますので、人員数の増加、稼働人員数の増加、契約単価の上昇によって、増収増益の着地となったということです、はい。増収増益の着地このようになりました、はい。で、そうすると、現状では24年1月期この業績計画に対して足元では順調に進捗しているということで捉えてよろしいでしょうか。そうですね、はい。第一四半期は進捗状況は売上で 25.5%、 営業利益で 36.0%、 経常利益で 36.1%、 当期利益で 36.2%、 足元の第一四半期は非常に順調に推移しているという結果でございました。わかりました。では、第二四半期下期の状況もお聞きできるのを楽しみにしておりますので、これからも期待しております。本日はアルトナーの関口社長にお話を伺いました。関口社長、どうもありがとうございました。
当社は今後も10期連続の増収増益を目指してまいりますので、今後もアルトナーの躍進にぜひ期待いただきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。